純とそしてそしてアツカンドラゴン新庄とオドッチです。そしてザ・バーボンでーす。なんとこうかな、ぶつこい、ぶつこい。今日はどんなお好み焼きを食べるんでしょうか。いや、そういうメンツに見えますけど兄さん、ここが新しいですね、ということで今回は日高村に来てるんですけど、日高村といったらね、トムラトマト会トムラトムライトムライトムライ腹切り、その日高村に宿泊施設が初めてできたということで、おめでとうございます。ちょっと今まで宿泊施設なかったですか。日高村一個もない。トマトトさんがね、11月オープンしたみたいなので、我々チャガマランとそれからアツカンドラゴンとジャーバーボンズさんで見ていこうと思います。よしよし。もうやるからにはもうしっかりとした情報番組チックなぐらい、ちゃんと真面目に、淡々と語りますので、よろしくお願いします。ということで行きましょう。せーの、アントニオ猪木。こちらが新しくできたトマトとの、じゃあちょっと失礼します。すいません、遅くじゃなくていいですよ。違う違う、何それ、何それは、何、中井さん、中井さん、中井っておかしい。何この図書館、そうなんですよ、入り口からこんなすごいんですけど、今回スタッフさんの小田さんにね、ちょっと小田さん、小田さん、小田さん、小田かぶりやけど大丈夫、大丈夫です。そこは小田さんって小さい田んぼでもない。一緒一緒一緒、そのくらい後ででいいです。以上、トマトムからおかん。終わりじゃん、終わりじゃん、全然始まってない。小田さん、こういうのちょっと紹介してもらっていい？お前も小田やろ。小田チョコリ、お前も小田やろ。あんま下の名前で読んであげ。トマトツリーですね、これ今。あ、ツリーね。ちょっと小田さん、一番上の本読みたいけど取ってもらっていい？あれ取れない。感謝、行きましょう。二人の力を合わせたらいける。いけるいける。小田さん塾みたいな。あ、すげえ、これ回転の時に必ずある、これ。これ何だっけ、これ。コチョウラン。コチョウラン。グレードがあるだろ、もっと。皆さん、天井見てください。え、天井。あ、ほんまや、灰色。いや、灰色は大体色じゃない。こちら、小田、説明しろ。おい、いや、ぐっと近くなった。これ、トマトの下、下を表現してました。あ、トマトの地面を、這わせてから、伸ばしていく。で、実際、それを表現してるっていう。ここが目になってまして、うん、今からじゃあ、奥の方に宿泊施設。あ、おぉ、宿泊施設がね、メインですから。なるほど。わー、すごい気持ちいい、ベッドが。すごい。ま、枕はないんですか？枕に向かって向きましたね。ないやろ。チェックインカウント。あ、ほぼチェックインカウント。どこがどうですか？受付はこちらがチェックイン。すみません。はい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 。絶対入ってダメですよ。簡単に入っていいとかじゃないですよ。何名様ですか？大人5名でちょっとお願いしたいんですけど。ちょっと待ってくださいね。惜しいし、まあ、ほやな、ほや。そういう店じゃ大丈夫ですよ。外出行きましょうか。1階のまずこちらがツインのお部屋になっております。あ、ツインのお部屋。あ、結構広い。広いですね。広いよ。あ、ありがとうございます。いや、お互いに一緒だから。もうな、そのミラクルいいんですよ、しなくて。あと、ふかふかよ。本当ですか。いいですか、飛び込んで。ダメ、いいですか。ダメです。ダメか。小田さん、2、3、2じゃなくて、これベッド倒すとツインになるね。ここがおトイレという。やっぱり女性的にはトイレが綺麗なところが大切、施設としてになるからね。失礼します。お、え、どうですか、早く上行きましょう。もう2階に、あ、2階はあるんですか。2階が宿泊の客室です。なるほど。じゃあ失礼します。ちょっと失礼します。ここで脱ぐの。そうです、ここで脱いで。それちゃんと教えないと。ちゃんと教えてくれ、分かんないから。ここからじゃあ、はい、脱いでいただきます。はい、脱いでください。大変だよ。まあ、でも見た感じめちゃくちゃ綺麗ですよね。いや、本当に本当にこだわりを感じる木がベースなのかな。ねえ、こちらお2階のツインの部屋に。ツインの部屋、ツインの部屋。え、めっちゃ重い、めっちゃ重い。重いよ。あ、気持ちやった。気のせいだった。気のせいだった。で、アクセントカラーのこれ仁淀ブルーの、あー、壁が、はい、県外から来たりしたらこの仁淀ブルーここで感じれるからめちゃくちゃ嬉しいですよね。ここで感じつつ、実際に感じていただくために歩いて5分ほど歩いていただくと、あ、すぐ近くに、すぐ近くにあります。贅沢だな。いいですね。みんなでこの後行きたいですね。行きたい。で、次のこちらがシャワールームです。おー、はい、洗面もついてます。ちょっと待て、おい、ちょっと待て。キャー、いや、本当にキャーだよ。もう一回見て、もう一回見て。次見た時ポージング変わってるかもしれない。小田さん、はい、いや、履いてない。履いてない。履いてますよ。いや、履いてるやつ。ちゃんとね、シャワーのね、綺麗なインサート入れますんで、ここでも。そうですね。はい、じゃあ続いてこちらが、あ、もう3号室で、こちら2号室の3号室開けていきます。失礼します。びっくりした。何かある。はい、すいません。はい、え、今、はいじゃなくて、はいじゃなくて、え、引っ越し。いや、じゃないです。中を見たい。新庄さん、お塩借りれますか。お塩、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんなさい。ここに入ったんですか。肉じゃが持っていくからね、後からね。
ご近所付き合いしてる。ああ、もうせっかくだから、もうじゃあもう入っていけ、あんた入っていけば。近所のおばちゃんや、ほんとに。ほら、ほら、もうこっち座って。あ、ありがとうございます。あ、なんか、はい、ウイスキー飲み、はい。ウイスキー飲んで。いやいや、おばちゃん、人あげて急にウイスキーあげてダメですよ。こっちの部屋どうなってるんですか？同じ感じなんですかね、部屋的に。同じ感じです。あ、同じ感じなんですね。はい、なるほど。するのが趣味です。普段からね、こうやって寝るのが、いやジャーマン。でも本当にこの部屋もね、ちょっとこの部屋も何も入んないです今。こちらも仁王とブルーありますよ。さあ、そして小田さん、最後の部屋がこちらですよね。交流スペースですね。もうすでに交流始まっていますけども。ちょっとちょっと狭い空間では絶対にすな。狭すぎるんだから。めっちゃ風を送ってそんな風じゃない。帽子止めよ。そんな風風向き合わせ。いや、僕らのチャンネル、自分の考えたネタ披露するときじゃないですよ。これ色物屋じゃない、色物屋じゃないですよ。違うんだ。審査員笑って100万。いや、音楽やんなくていいんですよ。ストップもいいんですよ。スタート物ボケ、物ボケ言わなくていいんですよ。今何ステージ。めちゃくちゃだね、もう最高だね。最高だね。最低ですよ。はい、ということでちゃんとこちらがね、談話室になっておりまして、はい、今見た感じ、2、4、6名の大人が入るぐらい結構広いスペースで、まあ、まだ半分使ってないからね、うん、そうですね。そう、まだ半分使ってないから、ここで皆さん本当パソコン持ってきて中でやったりとか。あー、お仕事のスペースにもにもなりますし、まあ後ろにあるリードリンク飲んで、うん、一緒にここ紹介し忘れたんですけど、あの本棚ね、実は引き出しみたいに下がり、ええ紹介し忘れたの、あなた方のせいですよ。あなた方のせいです。階段状になって、うん、下でプロジェクターも完備してますので。わー、すごい。他の資格じゃなくて、そういうワークショップ等にもできます。で、っていうことは、なんかワークショップにも使えそうですね。言った今、別になんか泊まっても良そうな感じ。泊まれそうね。散々部屋に入ってたから。皆さんもぜひこの忘れたな、お前とったよ。泊まろっと、泊まろ。こんな小田さんが声張って、止まった。今日一の声で最後エンディングのあれ終わった後にもう一回それだけ止まった止まった。はい、ということでこのトマトと紹介させていただきました。ぜひ皆さんも日高村に寄った際はぜひね、泊まりに来てみてください。はい、ということで本日の動画でした。次回の動画でお会いしましょう。はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとう。バイバイ。じゃあ、本日さんとアツカンさんのもよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お待ちしまーす。